トゥデイズアイです。先週ラスベガスで世界最大の家電見本市が開催され、電機メーカーが最先端の技術や商品を発表しました。そんな中で日本のメーカーの動向を取材しました。今月8日から11日にラスベガスで開催された世界最大の家電見本市、インターナショナル CES。 今年は3000以上の企業がおよそ2万点の新商品を発表、15万人以上が訪れました。今年多くのメーカーがこぞって発表したのが次世代テレビである 4K テレビ。 4K とは現在普及している HD の4倍の解像度のことで、 4K テレビではより繊細な映像を楽しむことができます。韓国のサムスン電子は液晶の110型 4K テレビを発表、大きさでアピールしています。一方の日本勢はここ数年、韓国メーカーとの価格競争にさらされ、テレビ事業を縮小する傾向にあります。そんな中、ソニーやパナソニックは有機 EL パネルを使うことで自然に近い色を表現した56型 4K テレビを発表、大きさより質で勝負しています。テレビ市場が混戦となる中、カメラ市場においては人気機種の9割以上が日本のメーカーの商品。業界トップのキヤノンは、映像撮影用の一眼レフカメラの開発で去年テクノロジー&エンジニアリングエミー賞を受賞しました。またデジタルカメラについてもソーシャルメディアの普及に伴う工夫があるといいます。写真産業を考えた際に、アナログからデジタルという大きな転換期がありました。それで今はソーシャルメディア、 Facebook とのソーシャルメディアの拡大によって大きなまた新たなターニングポイントが来てるんですけども、今回発表しました、パワーショット N なんですけども、綺麗な画質を残すというのはもちろんのこと、自分撮りですとか料理を撮ったりというようなことで、こういうふうに向けて料理を撮るとかですね、さまざまなそのソーシャルメディアでどうやって使えるかということを考えて作ったカメラがこちらになります。今年の目玉となった 4K テレビ、日本では 4K の映像は来年の夏のサッカーのワールドカップの頃に見られるのではと言われています。